電撃インディーバツバツバツのコーナー、はいはい、バツ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 久々なんかこれ言ったな、はい、このコーナーではズーシーカーをプレイしていきたいと思います、はい、では早速ですが西岡さん、こちらどのようなゲームになるんでしょうか。分かりました、うん、ゲームの概要をお伝えしましょう、うん、スライドお願いします。今日やる気だぞ、なんだそのやる気だぞ。あ、 PV でしたPV をご覧ください。マイクはかわいい、かわいいですね。でもかわいいんですけど、ペンキこぼしたら結構やってることえげつなかったですね猫なんでしょうがない、まあ、猫はしょうがないです、ね、猫だからね、うん、猫を飼いたいな。お、猫いいです。私も猫めっちゃいいなって思います。猫派ですか。あー、どっちも好きなんですけど、うん、まあどっちかっていうと猫派かな。いや、あのどっちかっていうとじゃなくて猫派の人じゃなきゃダメです。あー、怖っおガチの、ガチの人じゃないですか。原理主義者ですか。猫派です。怖いなぁ。うわ、怖いなぁまあゲームの説明しましょうかすいませんはい、ズーシーカーというゲームになります。おー、かわいい。はい、これでも PC ですね。今 Steam のアリエクセスをやっていて、まあ12月10日から始まるという感じです。価格は620円、まあありアクセスなんでちょっと安いかな。安620円、うん、そうですよ。やっぱ松屋の牛丼より安いですから、うん、ねえ、松屋の確かにそれ分かりやすいですね本当ですよ皆さん、はいはい、次お願いします、まあ、メーカーさん M ガーデンという感じです。はい、でストーリーがこんな感じになっていて、まあストーリーはまあこんな感じですいや嫁まあまあでも確かにいろいろね、はい、まあ、皆さん読むペースとかもね、見てくださって皆さんそれぞれあるでしょうし、やる気を作品まで満載だったいやこれ読むの大変だなと思って。なるほどね。神様が絵を描いて世界を創造、あ、猫、あ、さっき私がえげちないことしてんなっていうのは要はここに繋がるんですね。絵にいたずらしちゃうっていうことですね。そういうことです、はい、スライムを探しに出かけることに、うんうん、前田香織さん、てんてんてん、前田香織さん、さすが、さすが香織ストですね。同じです、はい、はい、週に2回は週に2回現れると言われる、そう、トレンド入りになるやつ、前田香織さん、てんてんてんプロがいるわ、はい、キャラクター、はい、神様、神様、普通の猫だよね。まあまあ世界を創造する神、まあ神だよね、神様ですね。お、猫たちが好きで大切にしている、お、西岡さんじゃん、西岡さん、そうですねね、大事です、はい、ゴッホ、ね、キャラクターゴッホ、もう来たね。え、かわいい。でも画家の名前さん、名前、ね、そういうことか、はい、ゴッホだから、そうそうそう、今回のいたずらに最も功労が大きい、いたずらに功労が大きいってことですか褒めてんのかな、まあ、相当いたずら好きってことですよねゴーギャン、ゴーギャン、へえ、かっこいい。神に選ばれた猫たちの2番目の猫、うんうん、兄のゴッホはいたずらすることを見て一緒にいたずらするのが好きで何の考えもなく、もう猫大体そうですけどね、何の考えもなく、兄と弟でなんかこう模様が全然違うのが気になります、ね、あー確かに模様がね可愛いよな。でもこのテイスト、私ゴロネコサミットっていうなんかぬいぐるみ好きなんですけど、あ、そういうの、猫ちゃんの、はい、うん、それにちょっと似ててすごい好き。ルソー、ね、ルソーに行くんだ、そこで突然ルソーを教えて、ね、画家つながりだったのに、急なルソー、何つながり、画家が、あ、いやだけどルソーなんだと確かにいろいろね、いらっしゃいますもん ね画家の人たち ね、いますよね。へえ、活発なんだね。あちこち回って遊ぶことが好きな活発な猫、いたずら好きそうですね、うん、これね、うんうん、はい、それでまあまあ、ステージのあちこちに隠れた探し物を探そうということで、うん、まあ絵の中、絵が大きい絵があって、その中でいろんな探し物をしていくと、でどんどん見つけてくるみたいなゲーム、うんうんうん、でステージとしては農村寺院市場などさまざまなテーマのステージをやれると、すごいな、いろんなとこに行けたりするんですね、かわいいですね、うんうん、はい、で多彩なヒントを使って残った探し物を見つけようということで、探し物を見つけるのが難しいときは神様が提供してくれるヒントがあると、お、
ヒントも大事です、ね、神さんもど真ん中に出てますね、左下の、ね、あれ猫好きだから西岡さんですよ、うん、西岡さん、はい、はい、はい、猫好きです、はい、よかったです足短い猫が好き、足短い、あ、マンチカン、かわいいですよね、はい、うんうん、でもね、ロシアンブルー飼ってみたいんです、綺麗ですよね、ロシアンブルー、憧れてます、いや、わかる、はい、美しいですもんね、サイレントキャットって言われてます、へぇ、泣かないってことです、泣かないんです、あ、そうなんだ、そうらしいです、気品もありますから、そうなんだ、唯一の純血と言われてます、なんかいろいろ、なんか格式高い、格式高いです、お、それもかっこいいです、本当にお詳しいんだな、チャレンジモードに挑戦と、うん、めちゃめちゃ挟んでいく、ね、猫パンチ、力のステージを全て合わせた大型サイズのマップを作る、ヒントが一定回数に制限された高難易度モード、うんうん、DNA は保存されないの、探し物の位置が毎回変わると、マジか、大変だ、楽しそう、アイディットモード面白そうです、あ、自分で作っていくんですね、マップを、あ、これすごいね、これでも大変って言ってました、スタッフが、あ、なるほど、うん、うんうん、細かく配置していくから確かにすごい時間かかるって言ってました、ただこれがこれね、自分で作ってこう配信もできるのかな、こうやって配信できないか、まあこれやってもらうとかね、自分で、あ、共有できるんだ、共有して誰かにやってもらうみたいなこともできるってことですから、でも要はわかんないですけどね、もしかするとみんなで一緒にゲームとかやってなんか呼んだりとかできるかもってことですかね、うんうん、すごいの、楽しいんだ、はい、こんな感じです、すごい、なかなかね、ふんわりとした世界観で楽しいゲームって感じですね、うん、ではでは早速ズーシーカーをプレイしていきたいと思います、はい、お願いします、うん、あー早速、おらおらおら、あ、これはまだ今ホーム画面みたいな感じでいいのかな、もうすごいゴーギャンペンキの上で昼寝してるけど、もう毛皮べちゃべちゃでしょ、べちゃべちゃですごい、よくペンキの上で寝れんな、こいつこれステージで大丈夫ですか、オッケーですか、じゃあ行きますよ、なんか言ってる、なんて言うんだろう、なんて言葉発するんだろう、にゃーですよ、にゃーかな、にゃーですよ、あ、何も言わんのかいあれ、じゃあこれは農村の方で大丈夫かな、じゃあスタートします、はい、お、にゃーって言った、へー楽しみ、こういうゲーム大好き、へー、あ、この世界いろんなやついるんだ、なんか、ね、トラとかいる、うん、来年トラ年ですからね、来年、これどうしよう、で、なんか探すんですよね、なんか探す、スライムを探さないといけないんですよね、え、ちょっとなんか皆さんもね、ぜひちょっとコメントとか送ってくださいね、うん、なんか見つけたら、え、いる、スライムって何色、何色なんだろう、まあ、でも大体青のイメージありますけどね、右上にあるやつ、あー、なるほど、あ、これか、まず包丁を見つけろってことですか、そう、多分これ全部別件だよ、だから26個、あ、あれ、それ斧だよ、包丁じゃない、ほら、いいじゃん、包丁ある、どうですか、どうですか、右下の熊の、熊が持ってるやつは、あれ包丁じゃない、あれね、熊の熊が持ってるやつ、違うのか、みんな持ってるし、おー、来た来た来た、あ、ああいう、危ねえな、足元に置くな、なるほどな、へー、なんかそういう風に言われるとあれだな、なんか下に落ちてんのかなって思って、あ、カメだ、カメカメカメいました、そう、この画面の中で、うんうん、もう一旦全アイテムをないかどうかチェックしてって感じだね、石ありましたよ、石、石、赤い石がありました、あ、赤い石どれですか、え、あ、これ、これ、あ、これ、それそれ、あ、あ、これ石だったんだ、お手玉かと思った、やたらある、ね、やたらありますね、え、なんかありすぎて、なんかいっぱいいっぱいなんかチェックしよう、あ、弾があった、あった、これだ、あ、でもなんか、あ、あのスクロールのホイールで拡大縮小ができる、お、素晴らしいですね、わ、うわ、めちゃめちゃいる、広いっすね、広いっすね、何やってんだ、みんな、あ、石だ、石どこだ、どこだ、赤い石が、あった、こんなところに、うん、あ、いいですね、こういう風に拡大したら見えないんだ、でもこれめちゃめちゃいいです、今あのとあるね、マウスを使ってるんですけど、あ、石あった、石あった、どうですか、トラの横、トラの横、間、こいつの横だから、左、それ、それ、それ、そう、コンクリート、あ、コンクリ、これだ、これだ、これね、あ、包丁だ、めちゃめちゃいいんですよあった、包丁だ、すごいな、こんなにめちゃめちゃ便利だ、石あって一つで、ね、確かに、あと石だ、石が一つ、あ、これなんか一番見やすいな、ワンクイックでできるのいいです、うん、あ、カメいた、
石、上あった、あったこれだ、イエーイ。そしてそして石コンプ、あとは石はもう大丈夫だから、あ、亀いた、え、どこですか、あの、かぼちゃ、でっかいかぼちゃの上、いたでっかいかぼちゃの上、かぼちゃ、かぼちゃ畑じゃないです、でっかい、ハロウィンかぼちゃの、かぼちゃの馬車の上、かぼちゃの、あ、これか、うん、あ、さすがです、なんかすごいところにいんな、たまに、で、いるかな、包丁あった、あった皆さんなんでそんな見つけるの早いですか、あの、ね、多分編集者だからだと思う、あ、なるほど、編集者だから、編集者5時見つけるのが仕事なんではぁ、そういうことか、え、でもこの間もスタッフさんが、うん、なんかやっぱり間違いとか変な映像でおかしいところとか見つけるから、こういう時にすぐにパッて、あれ、これなんか変ですねとか言うんですよ、そうですよ、ね、すごいんですよ、皆さん、どこですか、カメ、あ、開いた、これか、はい、え、で見て、ほらみんな言ってるもん、編集者が強いゲーム、いや、だってすごくない、こんなハイスピードで見つけれなくない、普通違和感をね、まあ、仕事察するんですよ、ね、仕事、あ、ブロック職業病床、どこありました、どこですか、あの、ワイプで言うと前田さんの まさに横です、虎の横、虎の横、あ、これか、すげえな、え、これなんかみんなで見つけんの早い、なんか優勝決定戦みたいなやってほしいですもんなんかみんなで誰が一番見つけるの早いかみたいな選手権、そう、あ、こんなとこにあったんだ、盲点だったの、違うの、あと、あ、まだ全部コンプしてるのあれだろうか、赤い石だ、意外と亀とかがなんか見つけるの、亀結構ね、色がね、保護色なんで見つけづらいと思います、うん、ね、なんか緑が多いですもんね、まあ、ちょっと色々と見てって、おー、あ、包丁だ、え、どこですか、切り株の隣です、あ、ええ、そう、それいいんですよ、それもそれです、これとね、切り株、あと包丁、切り株、あ、もうそうです、今そこです、そうです、あ、あった、これか、あと1個ずつですね、あと4つ、やった、あ、包丁だ、え、どこですか包丁見つけるの、牛の横です、あ、それそれ、さあ、ありがとうございます、なんか、あの、雲とかが意外とこういうなんかあたりにいたりしないかな、オレンジとかも、それは相当意地悪ですよ、ね、意地悪、よしよし、あと、ボールとブロックとブロック、ボールがなんかね、意外と虎の横にあるって言ってます、虎の横、あ、ブロック、あ、ブロック、ナイス、あとボールだけ、ボールどこ、ここら辺、なんか橋とか意外と行ってないもん、ナイス、意外とないな、どこだ、お、さあどこだ、どこだ、雲の下、裏側とかないっすよ、拡大ってこれ最大です、あ、最大です、これですかね、うん、まあ、ちょっとね、外してますけど、あれマジでないやな、どこにあるんだろう、あ、なんか、うん、コメントで出てます、ね、コメントで答えがすごい散乱されてます、あらあら、もっと戻んないとダメ、マジで大きい鼻の裏、あ、大きい鼻の裏、あ、大きい鼻の裏あるの、あった、え、あった、白い鼻の上、後ろ、あ、なんかヒント、ヒントくれるじゃない、ヒント見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 ない、あと1個ですもん、あと、確かに悔しいじゃないですか西岡さんのそのバトルスタイルは本当に、あ、そう、左、白い鼻あった、あった、左上、もっともっと左上スクロールしてください、こっちほら、どこ あ、これ、うん、おー、すげー、え、よくわかりますね、こんな、いや、俺じゃないですよ、コメントですよ、あ、本当ですか、うん、正直者、うん、わ、みんなありがとう、何が意外に早く終わったね、うん、イエーイ、すごいんじゃない、結構すごい、ではでは、じゃあこれはあれですか、どこに次行けばいいのかな、ステージ、じゃあまた次スタートでですかね、釣り場、さあ次はどんなとこなんだかわいい、めちゃめちゃ釣りやってんじゃん、あ、また違うんだ、あ、今度違うし、コインですね、そうで、コインと、あ、ダイヤ、キツネ、あ、キツネいる、キツネいます、あ、いた、猫ちゃん、あと箱、え、なんだっけ、トゥゲザーだっけ、名前なんだっけな、名前、猫の名前、猫います、ゴッホどこですか、上、あ、いたかわいい、箱もあります、プレ、あ、これだ、うん、
すごいな。なんか介護されてるみたいな気持ちになって。左下、うん、そう。どこだどこだ。コインだ。上上。あ、またコイン。コインね。上上。あ、コインあります。あ、これだこれだ。いいぞいいぞ。あ、キツネいた。キツネ、はい。楽しい。何これみんな。虎なんか。なんか黙々とやるねこれね。黙々とやっちゃう。なんか話してる。一人一人の生活が可愛いのよね。コインだ。なんか虎とかもなんか一人一人服着てる服とか結構違ったりするんですね。うん、あ、猫いた。猫いた。コインあった。コインあった。すげえコイン見つけるの早い人と猫見つけるの早い人と包丁見つけるの早い人。みんな何が見つけるの早い人。あ、ダイヤだ。ダイヤですか。虎の下に。いや、金目のもの見つけるの早い。コインありますよ。熊の横にコインあります。熊の横、早くないですか。どれですか。熊の横、あ、これ。金見つけるの早すぎますか。どういうことですか。なんか目の色が変わる。モグラは違います、ね。モグラ違う。モグラになんかお尻触りたくなって。あ、やったやった。あ、キツネいた。あ、そう、隠れてるのもあるんだね。ね、隠れてるっていうのもなんかどんどんやっぱ難易度が上がっていくのかな。ダイヤ箱、ダイヤ今。ダイヤ箱。いいぞいいぞ。あ、なんか、あ、いたいた猫。黙々とやるな、これ。なんか結構ちょっと分かってきた感じするな。あ、しかも10個っすよ、今回。あ、10個か、多いですね。ダイヤ、猫。ダイヤ、猫。あ、猫がちょうど前田さんの背後にいます。ここですね。エディットもどんどん解禁されていくな。これ分かりやすいの。キツネ？キツネどこ？あ、いたいたいた。いやー、なかなか。いや、いいな、この世界で暮らして、私。うん、もう猫、あ、キツネいます。猫、箱、キツネ。猫、キツネどこだ？雲の下です。あ、おー、すごい、さすがっす。箱あった。箱あった。ありがとうございます。さすがさすが。え、マジでこれ最強の布陣だと思って。猫いる。あ、猫いる。うるせえな、俺ら。猫いる。あ、ダイヤもある。ダイヤ、え、ダイヤどこですか？あ、これ？これか。そうそうそう。やっぱあれだな。あ、箱あった。箱あった。西岡さん猫見つけるの早いですよね。マジで。すげえな。あ、あ、キツネいた。コイン、キツネ、猫。コイン、キツネ、猫。猫どこ？左、左、左。あ、いた。二人とも強すぎやろって。二人とも本当だよ。カラス、カラス、カラス。カラス、カラス。いや、違うだろ。関係ねえだろ。関係ねえだろ。箱。あ、箱ね。ちょっと待ってね。箱？箱下で。あったあった。あ、ダイヤもありますね。ダイヤ、あった。ダイヤだ。おお。あ、箱だ。箱だ。いいぞ、いいぞ。キツネもあります。キツネ？あ、いた。キツネなんか私全然見えないんだよな。結構自分の中で分かりやすいのと分かりにくいのとあります、ね。なんか認識しやすいのとありますよね。ね、あるある。見方を変えるってこともね。猫？かぼちゃの後ろに。あ、いた。かわいい。みかん、みかん、みかん。みかん、みかん。あ、みかん、みかん。違うだろ。ちゃうやん。正月って。違うって。なんかある。あともうキツネとダイヤとコインだけです。はい、ダイヤは2個。ダイヤ。ダイヤちっちゃいっすよね。どこっすか。え、すごい。このお二人じゃないスタッフさんもマジでみんな強い。あ、これね。うん、やるなみんな。あとダイヤとコインです。ダイヤとコインか。2つともちっちゃいから。あれっすね。ねえ、どこら辺にあるんだろう。意外と真ん中とか見つけれてない感じするな。ああ、ありがちですよ、ね。なんかここら辺のなんかどこかとか。あ、これで見つけるの難易度高くていいっすね。むずすぎへん。むずすぎません。もうさすがあれですね。あ、ダイヤあった。あった。え、どこですか？あ、コインあった。魚網の隣。もうちょっと。あ、これ？あ、それそれそれ。え、でコインも？コインも。インもそのそこからね、5センチぐらい右。え、私って妖精見てる。あ、あった、はい、妖精。あ、僕だ、ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。マジか。え、妖精見つけるときってこんな気持ちなんかな。妖精いるよ、すぐ横にみたいな。ダイヤどこ、ええ、ダイヤどこ。あ、いや、今ないですよ。あ、ない、探さないと。ここの波にはもう取っちゃった。あとダイヤ1個。ダイヤ1個。ダイヤ1個。じゃあ前田さん頑張ってください。マジっすか。ダイヤ、あ、もうでもコメント見たら答えが、うん、あ、本当だ。左の中の家の樽のとこ、はいはいはい、どこだ、樽、左中か、ここら辺か。いや、多分スクロール しないとって言ったんじゃないですか。でもこれ全部今引きだから。そうですね、大体の場所がここ。樽はあったけど、樽の、へぇ、樽のところにダイヤ。樽か。あ、これだ。これだ。ナイス、クリア。イエーイ。
すごい。やったやった。お？にゃーにゃー。なんか持ってる。やったー。お、なんか始まるぞ。お、なんか進むんだストーリー。かわいいな。またブジュってすんのかな。あ、西岡さん喜んでる。猫3匹まとめてはすごいですね。ああバリッ、あーこれ掴まれるのが苦手なタイプの猫。バリッといっちゃいましたね、うん、バリッといっちゃいましたね。おチャレンジ。抱っこされるの嫌がる猫とかいますから。あーなるほどね、そこら辺がねいますよね。あの黒猫とか警戒心強いとか言いますもんね。あスタートかな、うん、さあ、あこれ難しいやつでしょチャレンジ。待って待って、制限時間みたいな感じのなんかあれありますもんね。あしかもこれむずいな。え何これ、1個しかない。うわちょっと皆さん手分けしてちょっとご協力お願いします。上から鉄仮面、上から鉄鍵、鍵なの、鍵、瓶、鼻、あこれだ鼻だ、あったあすごい、やった。端から行こう、端からなんかいそうなところ片っ端からやっていこう。うわあ鍵あった、すごいじゃん。もうヒントなしでいきましょうか。いや何あれ、あの鉄仮面、鉄仮面とあれ2個目なんですか。弓ですね。弓、ゴルフクラブ、はなんかよくわかんないですよ。弓ずつあった、あ、瓶だ、瓶、もうあと2つです。あと2つ、早い。意外となんか近くにみんなあったっていう、あれかな、逆にそれが意地悪だったりしたのかな。これランダムなんだよね、確かね。あと鉄仮面、鉄仮面だ、うん、うわ、ちょっとなんか、うわ、意味深な雲あるうわ、雲、意味深な雲ある。いや、これは狭くしてくれてる慈悲じゃないんですか。あ、なる、あ、逆にね、神様が神の慈悲、ご慈悲、神の慈悲。うわ爽快やってるよ、うわ餅つき爽快、東京リベンジャーズじゃんそっち餅つき大会言ってるのね。そう、鉄仮面、なんかたまにこういうのあるんだよな。鉄仮面あった、あったおー、やったすげえ、早い1分で、え、またまだやの、そういうことか、そういうことか。チュンチュンです、チュンチュン、チュンチュン、チュンチュン。2個目何あれ、あ、なんすかね、こピンクのやつ、あ、なんかお守りっぽいやつ、名前が出て、見たことあるけど名前がわからない。お守り、星、ラブレター、アイスって感じ、ね、あ、ラブレターなんですね、あれね、うん、え、てかなんか狭くて分かりづらいなこれ。出た神様、ムカつくね、神様出てくる。そう、ムカつく神様いるんか、助けはいるんかって言ってくる。なんか全然わかんないわ。スズメ、これ違うよね、違うわ、うん、これチュンチュンだけど違う、チュンチュンだけど違う。あと動いているからな、蜂が。地味にわからん、うん、これ何の掛けな、これも違う。さっきのは序の口やったってことですね。四天王の中の最弱ってことですよ。なるほどな、嫌だわ違うもんね。全然わかんない。いる？はぁ？いないね。アイスクリーム。手紙マンか。手紙アイス。ねえ。いる？なんかせめてアイス。あ、いそう。ここいそう。ちょっとストップします。あ、いた。一個いた。え、どこですか？家の横。あ、あった。これだ。さすが。で、あとチュンチュン。チュンチュンにこれ違う、チュンチュンがいない、黒いし、星もない、ラブレターもないし、アイスも持っていない。なんかチュンチュンいたらしい、ラブレターマジ、チュンチュンいた、あ、お守りだ。え、どこですか、ど真ん中ですね。おー、ナイス。なんかこれいいですね、あの、なんか脳トレ、脳活にすごい良さそう、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかもなんか見てる人も参加しやすい、ね、そう、あ、ラブレターそのまさに下、あ、あった、カーソルの下、カーソルの下、あ、あったこれですよね、お正月になんか家族とおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんとかで、なんか子供たちとも一緒にやったりとかしても、うん、すごい盛り上がりそうですね。子供早いと思います、見つける。あ、子供早そうだな。チュンチュン、あれ初チュンチュンじゃん。星なんかすぐ見つかりそうだけどね。星でもね、まだね、ないんですよね。あ、あったアイス、やった、あ、星だ、星あった、あった、あった、
これだ。うわどこだ。あと何があれなんだろう。しかもこれがねランダムだもんね、探すところがね。あ、いた、ハト。ハト、スズメ。スズメかスズメだった、チュンチュンでした。うわーなんか、あとは星とアイス。星とアイスか。星とアイス、すぐ見つかりそう。意外となんか、いつもこのモグラケツ見せてんだよな、天に。アイスあった。え、どこですか。右下の方です、うん、あった、これだ。すごいね。あと星。だいたいあれだもんな、お一人どっちか見つけてたらお一人どっちかも分かってんもんねうんうん、あるよ。なんかここら辺とかいそうだけどな。黄色に紛れてとか。黄色のところに紛れてると分かんないよね。ね、あえてそこに置くんじゃないかと踏んでるんですけどね。ないな。これ違う違う地面ですか。地面かこの辺ないね。一回ちょっとあれだかな、ちょっとここら辺でやってみようかな。上の方でしょ。ここら辺とか意外と行ってない。ここら辺とか行ってないな。なんかここら辺とか行ってみようかな。あるの？星、あと星1個ですっけ。星1個。うわー、輝きを見つけたいんだが輝きを見つけたいんだが私は。どこどこ、こことか。あ、ないのね。あった。どこ。いや、自力でお願いします。待って、すごい。このスタジオでスタッフさん3人があったって同時に言ったんですよどういうことなの、そんなスピード。自力でお願いします。そうそうそう。は、この面ってことですよ。この面にいますね。あった、これだ。そう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 。おお、やったやったそしてまだここに、ま、増えた。次が、うわー、巻物ナッツ、コイン、お札、金かな。あとタルト。タルト、タルト。まあその画面から行きましょう。あ、コインあった。長靴あった。どちらにいいな長靴どこだ。長靴、うん、上。あ、長靴2つあるよ。どこ。そうですね、長靴2つありますね。チュンチュンもいるよ。情報量の方。あ、ほんとだ、長靴あった。ちっこ。それと上、上のクマの横、真ん中の上のクマの横。真ん中のクマ、あった、これだ。うん、どう？一旦そんな感じ？かな。佇んでるクマ。さあどこら辺だろうな。なんかあれだよね、自分が探すもののホットケーキあったよ。ホットケーキ、あ、これだこれだ。違うわ、ホットケーキ違うわ、うん、これ違うね。タルト、なんかここら辺ね並んでそうだけど。あー、11分までゲーム内時計。 あと3分ぐらい。そういうことね。やばすぎ。制限がそこまでにどこまで行けるか。あったあった、パイあった、パイ。テーブルの上。あー、これだ、うん、そっか、11分までとりあえずどれだけ見つけれるかってとこだね。だんだんアイテムもちっちゃくなってきてね。え、なんか分かりにくくなっちゃって。うわ、見つけたいぞ僕。ここら辺とかないかな。あんまりなんか、あ、いや違う、これオレンジだ、みかんだわ。あった、お金、金あった。金、巻物と、なんか下から2番目のやつ。なんか巻物、チョコみたいな。巻物探しにくくないですか、すごい。色かな。これはエプロン。この村、いろんなものが落ちすぎやで、みんな、うん、あ、巻物あった。でかい、でかい。巻物でか。巻物あれば存在感はでかいんだな。なんかヨガマットみたいな、ね、ヨガマットでしたね、あれは完全に、うん、なんかあるの？あと、あー、いや違うな。
お札とかもまだ見つけれてないんだよな。あと2分だって。あらあら、どこ？あ、長靴、長靴あった、靴あった、どこですか？左下、左下、左下、もうそのカーソルのすぐ下。あった、おぉ、巻物ありました。え、どこどこどこ、あ、これか、うん、ヨガマット、ヨガマット、あ、そう、ヨガマット、ヨガマットすげえ。あの小ささだもんな。お金、金欲しいぞ、僕は。どこだ、樽のとこにお札って書いてあるな。樽、これ樽、ここの樽じゃないのかね。コメントでこれじゃないっぽいっすどこだ、どこの樽だ、うん、お菓子あります。あ、お菓子あった。あ、お菓子あったわ。え、嘘、右、うさぎさんの隣です。あ、あったあったあった、いいぞいいぞ。ヨガマット、クマの横、ヨガマット、クマの横、あったあったあっ あった確かに。え、あ、でも隠し方だんだん巧妙になってる。 えげつなくなってきちゃう。それそれそれ、あ、これか、うん、うわ、これは分からんわ、よく見つけましたね。拡大しないと分かんない、うん、もちろんこれぐらいでいった方がいいのかな、この難易度だと。やばい、あと30秒ぐらいね、あと30秒だよ。お、何や、お札、これ絶対無理、お札が1枚も見つかってないです。お札マジどこにあんの、うまく隠れやがったな。あ、お札あった、これ違うえ、あの右下の、あ、え、右下、あ、これだ、板チョコなんじゃない、板チョコだわ、これ。嘘やん、何由来なのかよく分かんない色してますけど。ここら辺とか、え、これマジである、オオカミめちゃめちゃいる。羊分裂してんのか。お、11分なっちゃったね。あ、やだ、やだ、もうちょい、でも見つけたくなりますね、これね。一旦ここまでってこと？いや、なんかもうスタジオ戻ってきてる。あ、もうすごい。戻ってきちゃった。消されましたよ、完全に。消されちゃった。くそマジか、マジか。もうこれあれですもんね、これもまたクリアしたらまたどん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 難易度上がって、うん、でストーリーが進んでってことですよね、きっと。おー、なるほどね。620円です、皆さん。これはいいですね、これはやるね。うん、なんかちょっとこう、うん、永遠に黙々できちゃう感じ。そうですね、うん、やっちゃう。はい、ということで楽しかったです。楽しかったですね、うん、いや、すごかった、あの、うん、マジお二人の強さがすごかったはい、ではでは最後に製品情報を再度振り返っていきましょう。こちらですね、はい、620円です、うん、あ、スイッチも出るの。あ、ね、しかもスチームで、まあ、だからアリアクセスはスチームだけだけど、うん、発売するのはスチームと、まあ、任天堂スイッチ、うんうん、という感じっぽいですね、はい。まあ、意外に早く出るんじゃないのか、うん、感じとしても、うん、なんか早く出そうな感じしますよね。だし、結構皆さん、なんて言うんだろう、すごいライトにやりやすいゲームだと思うので、うん、ね、ぜひ難易度もそれなりに高いですし、はい、ぜひ皆さんやってみてください。それでは電撃インディーバツバツバツズーシーカーを最後までご覧いただきありがとうございました。次のコーナーまでしばらくお待ちください。